お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですね、こちらのメガナイトバレバレ枯渇やっていきたいと思います。もうすぐチャンネル登録なんと15万人なので、皆さんね、良ければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのデッキなんですけど、まあなんか強そうだなと思って、そう見つけたので拾ってきたんですけど、まあ一応先ほどグラチャで12勝して、で今も何戦かやってて、すごいことに、いや偶然ね、本当に偶然、マッチングがバルーン、ペッカ、ホグ、ホグ、ペッカ、バルーンなんですよ。ってことは次また、バルーン、ペッカ、ホグみたいな感じで来るのかなみたいな、まあそういうことをね、置いといてやっていきます。いやもう偶然ね、もうこのデッキとしかマッチングしてない。さあ、バルーン、ペッカ、ホグあたり来んのか、流行ってんのかな。さあ、よろしく。で、めっちゃ回転が速くて、あとメガナイトもいるので、だからメガナイトはあんま出さないかもしれないですね。なんか、スケバレと、まあ、プリン、スケ、ウッド、テスラとかで無限に回せるから、まあ、その辺だけで回して、あ、金キドすらよかったな。一生攻めながら守りながら。で、相手がめっちゃ固めて攻めてきたりとか、今チャンスだなっていうのがあったら、まあ、メガナイト出す。で、ここちょっとテスラなかったんで、もうメガナイトね、で守ろうかなと思います。さあ、メガナイトで守れるし、テスラでもね、守れるよっていうデッキですね。で、あれ、ウッド打ってあげたら、結構世界変わらんかな。いや、いいよ。メガナイトいうので倒れそう。で、ここに、ウッドとか使ってくれたら、もうゴブリンバレルね、刺さるしっていう。さあ、いいね。いや、タルーでしたね、そういえば最初。で、まあ、タルーなら、ここプリンで行って、タルーで対応してくるのは、ユーノで延命してからのゴブリンバレルとかの方が強そう。あ、してこない、出してこない。ああ、ちゃんと温存してますね。いや、強い。この、なんて言うんだろうな、枯渇デッキで、ゴブリンバレルとかね、スケバレを通すデッキなんですけど、このメガナイトでもプレッシャー与えられる。で、メグナイトの後ろの有能であったりだとか、この、なんか僕が好きなカードいっぱい入れたみたいなデッキですね。そう、ただただ俺が好きなデッキ、俺見つけました。で、テスラもあるので、まあ、バルーンの防衛だったり、まあ、空の防衛だったり、まあ、エレジャイ、ジャイとかロイジャイとかの防衛も優秀ですよっていう、なんか、枯渇デッキ贅沢バージョンみたいなね、さあデッキでございます。で、今回プリン出して、相手がファイブクライトかわかんないんですけど、まあ、メガナイトじゃなく、今回はあれでもいい気がしますね。テスラで守ってもいい気がしますね。で、もしかしたらこれトリトンで引っ張られる、マザネクだったらちょっとね、よいしょ。マザネクだったら、まあ、メガナイトで踏めばいいかなって感じなんですけど、相手もね、びっくり。さあ、テスラです。いや、このテスラがね、いい味出すのよ、マジで。で、プリン出しながら、ウッド削りも入れてね。で、左を定期的に攻めてあげる。で、このデッキ、いいことに、回転がね、結構早いです。回転が地味早なので、その甘えたタルはね、延命するよ。地味早なので、高回転テスラで、相手の高回転ホグとか、高回転バルーンとかにも対応できるんですよね。やっぱ回転が早いっていうのは大事ですね。で、やっぱその高回転についていく上で大事なのは、余分なユニット。例えばこのデッキだと、メガナイトが余分になっちゃうんですけど、回転落としちゃうんですよね、メガナイトのせいで。よいしょ。そうだから、できるだけ、コスト低い、スケ、ウッド、バレル、プリンセス、テスラとかの、まあ、低コストで回してあげないと、テスラのサイクルがね、そう、相手に追いつけなくなってくるので、よいしょ。さあ、テスラ置いて、まあ、これはメガナイトで踏んでカウンターとかもね、いけますので、まあ、できるだけ低コストで回す。で、相手が攻めてきたとか、なんか、形組めそうだなって時に、メガナイトで形組んで、フルカウンターですね。まあ、枯渇デッキとしても使えますし、まあ、メガナイトとか陸デッキとしてもね、扱える。よろしく。まあ、言うのって枯渇デッキに入りやすいですからね。ウッド枯渇みたいな。そういうわけで。さあ、どうしようかな。いや、初手バレルはね、一応キング起動されるの嫌なので、横。アイビズ。アイビズか。まあ、クロス、スケラ、エレジャイ、ゴレー。そのあたりか。さ、ベビドラ、いや、これさ、テスラを行くのが正解な気もするんだけど、テスラを先に使った後がちょっと怖いっすよね。たまたまなんか違った時が。今、トルネ使った、これで2段階受けして、まあ、これはダメージ受けてもよかったけど、まあまあまあ、まあ、で、トルネ使ったっすね。トルネ使ったので、まあ、定位置、タルなんで横にずらしてもよかったっすね。そしたら相手がミスりやすいんでね。さあ、ウッドとか低コストで回しながら、で、このデッキの弱点が一つあって、最後の削りとして弱いですね。
最後の削りがすごい弱いので、序盤の間に端前プリンだったり、もうスケバレバレルだったり、序盤で結構ダメージを稼ぎたいのがこのデッキですね。で、あんま風サイドで行くと施設でね、スケバレ落下とか全部美味しくいただかれそうなので、ちょっと両サイね、プレッシャー耐えながら、でああいうのはもうテスラでいいと思うな。テスラ本当に強いので、テスラゲーしてあげてね。うん、トリネ使ったっすね。トリネ使ったら次相手タルババなので、プリンからのタルを延命したい。あー、使ってこないか。さあ、でタルだから横にずらしてあげると相手結構これミスりやすいんですよ。ほら、これ1発2発、なんで2発入る、これがめっちゃ強いので、タルババ相手がタルババの時は両横にねずらしてあげるのが結構大事です。さあ、でここ今ウッドね、僕冴えちゃったので結構怖いんですけど、まあまあテスラがね、君 OP だよねっていう、強すぎるよねっていう。さあボムで、僕これ相手がなんか陸系を抑えたら、それをなんかあれっすね、メガナイトとかで抑えてカウンターしていきたいかもな。さあボムがあるとね、なかなかバレル飛ばしてもちょっと抑えられちゃうから。でベビーはテスラっすね。でもう相手、いや一応警戒値出しとくか、一応警戒値出してもいい気がするな。でさ、これスケとウッドとかで結構守れる、てかなんならウッドいらんすね。さあプリンセスが、いやプリンセス強すぎん、優秀かあの子。さあもう相手は左来るので僕は右を攻めたい。あのボムがねマジで邪魔あのボムマジで邪魔っすよね。まあ、メガナイトで組むっていうパターンもあるんですけど、まあまあまあ無理せず行こうか。よいしょ。で、テスラ置いて。さあ、これ、スケバレの落下ダメージですらでかい。さあ、これ、端前？いや、来ないか。スケルトンラッシュ打ってきたら、もうその瞬間ね、攻めたいんですけどね。さあ、攻める。待って。いや、ウッドがあれば、スケルトンラッシュに対してウッドが最強。言うのか？言うにー！ナイス！えぐい、めぐらいで今回、あ、相手たるね。さっき横だったから横警戒してるんですけど、さ、空振ってますね。いや、テスラ、マジで強いからな。安心安全の最強テスラ置いといてね。で、もう一回定位置の、次最後内側とかにしたら相手タルババ見せるかもね。で、回転が僕早いから、ね、今回タルババがいて回らずに、まあ決まるよっていう。まあ、結局、高回転なので、相手がウッド持ってようが、何持ってようがずれますね、サイクルが。さあよろしゅう。相手がね、ロイフォグデッキとかだったら、メガナイトもすごい活躍しますよね。まあ、びっくりメガナイトはできますね。こう、ずっとテスラとかユーノとかで戦ってると、まあ、ただの枯渇やんってなるんですよ、みんな。ただの枯渇やんってなって、ぶっ破してくるんですよね。当たり前にぶっ破してくるので、そこをね、あ、こんにちはってメガナイトで潰してあげましょう。さあ、マザネクポイズン、レアだな。え、結構レアっすね。何のデッキだろうな。まあ、スケバレ飛ばしながらね。スケラかな？いや、結構レアだよな。スケラっぽいっすね。で、ユキだったらいいな。ユキ、こんにちは、ゴブリンバレル。あー、完封っすね。そう、バレキリ、あれなんですよね。バレル飛んできた瞬間に出すと、今みたいに完封できるんですよね。あれ、強えな、マジ。うん。さあ、これちょっとメガナイトル踏みながらの、ウッド許容でね、痛いけど。で、メガゴが嫌っすね、僕は。テスラで相手のメガゴやっつけたいぐらい嫌だ。これでもメガナイトに滝が行けば、バレルがね、バカ刺さるぞ。スケユキか？いや、ゴブリンがいい。あ、でも、豚のカウンター来るな。うんうん。まあ、これプリンで。全部いただいて、うんうんうん。このマザネクはね、無視するとどんぐらい入るんだろうな。多分左側1600まで行かれてるので、まあ正直こっちを守る必要がなくて、僕は一応両サイ削れるから、まあ逆でもよかったな、スケバレ。まあまあまあ。いや、いいね。使ってくれるの美味しい。で、右にシフトチェンジします。カウンターがやっぱ来るので、まあ、右ならカウンター来てもマシかなって。で、これ相手多分上手いからこそのバルキリーが絶対来るんですよ、裏に。いや、マジかよ。
いや、それはうまいすぎるだろ。ね、裏に読んでくると思いきや、手前でしたね、普通に。見てから出してましたね、今のは。いや、今、あれはうまいね。マズネクちゃんすごい邪魔なんでね。で、相手でも普通に雪だから、この高回転バレル。そう、高回転バレルがきついので、単純にただただ高回転バレルをね、してあげるっていうのもいいけど、これやりすぎてボムで美味しくいただかれるかもね。いや、相手うまいっすね。もう一生耐えてくるね。で、こういう相手には、まあ、あ、このスケルトンラッシュ甘えてるんじゃないのか。なんかメガナイトとかでね、形組んで、意外と刺さったりしますね。それこそメガナイトバレルですね。さあ、ここっすね。まあ、正直、両サイ攻めでもいい気がする。で、メガゴ来たらテスラでぶん殴りたい。さあ、ぶん殴る。ぶん殴りゲーミングして、で、両サイド行くと相手もね、対応むずいから、両サイですね。両サイで事故を起こさせる。で、息も使ってる。事故を起こさせる。オッケーオッケー。いや、いい。あ、これ諦めてんじゃね？いや、もうきちいよねっていうね。相手も爆うまかったっすね。序盤の対応とか。なんですけど、いや、いいね。これメガナイトバレルっていう攻め方もできるので、いろんな攻め方ができるからこその良さでしたね、今のは。いや、このデッキめっちゃいいな。なんか、好きっすね。ただただ、ただただ俺が好きなデッキ。さあ、よろしく。初手バレルな、マジ、キング起動、嫌ですからね。さあ、ビビドラ。ビビドラ、まあ、ラバゴレ。ラバゴレあたりっすよね。言うので、竹取りながら。さあ、守ってもらいましょう。ラバクロじゃん。昨日、ワイが動画で紹介したラバクロやないかい。やばいぞ、これ。ラバクロきついぞ、絶対。自分が紹介したデッキに葬られるのか、俺は。もしかして。ファイボなら、プリンが結構生きるぞ。いや、頑張れ。いや、いいぞ。これ、メガナイト強いけど、相手のベビードラも厄介。いや、いいぞ。いや、これは、これはでも勝ちたい。ラバクロされて勝手に作られると、多分守るの、完封するのっていうのが結構不可能になってくるんですよ。なので、序盤の間にゴリゴリ行って、もう2-1プランですね。2-1プラン。で、相手ファイボだから、意外と僕のプリンが厄介。で、ここ、コウモリか、ランバー。まあ、コウモリか。見るね。見るね。見るね。待って待って、見すぎじゃないそれ。変態でしょ。見すぎだよ、見すぎ。さあ、あれね。これね。ここだけちょっと気をつけんといけんすね。で、プリンを回します、僕は。まあ、相手は鬼教養からの形を組むぜっていう感じかな。うん。で、プリンを回したいので、よいしょ。で、光栄さえやってしまうみたいなね、あるよね。ユニ？ユニ？ナイスユニ？ユニ？プリンちゃん？いや、テスラもこっそり？ナイス？ゴリゴリいっちゃおうかな、今の間に。さあ、スケバレだけ飛ばしてね。で、これ、プリン延命したいので、スケ出して、もしこのプリンが早く出られたら、2周目プリンでね、まあ、キングを折られないように耐えるかなっていう感じですね。いや、いいね。で、相手プリンがきついので、無限プリンしましょう、無限プリン。なんならこれね、延命してあげてね。よいしょ。いや、スケルトン部隊とかいるから、まあ、バレるだけでいい気がするな。そうそうそう。で、ここで、もう一枚ね、絶対対応しないといけないように出して、ファイボだと思うので、ファイボ当たらないようにね、両サイドに出してあげて、さあ、延命してあげながら。でも見えねえな、なんか。さあ、テスラ。いや、いいね。プリンがね、たまるっすね。ファイボだと思うので。これが矢とかだったらまた話が変わるっすけどね。さあ、両サイいる。これ、テスラ欲しいな。このベビー。あー、さあ、延命したい。延命したいっていうわがまま。わがままがちょっとすごいなんか、ぐっちゃぐちゃになってるけど。いや、いいね。さあ、4秒。まあ、これはクローンされても耐えれるでしょう。ナイス！というわけで。でかいね。ラバクロ。まあ、ファイボっていうのがね、逆にプリンにね、打ちにくいよね。1アド取られるんでね。さあ、やっていくぜ。なんか、メガナイト、やっぱ、出す回数ちょっと少ないっすね。本当に、まあ、相手がソラデッキとか、本当バルーン、ラバだった時に出す必要がないねってなりますね。さあ、もしかして、君もラバクロの民ですか？あ、違った。全然違った。さあ、高回転の民でしたね。ウォールブレイカーですね。まあ、ファイボウッドボムとかだと思うので。まあ、今回は、あ、待って、違った。全然違った。ごめんなさい。今回はメガナイトいけるかなとか思ってたんですけど、
メガナイトオールブレイカー説あるよ、これ。説あるっすよね。やりこもり。ああ、いや、なんだ。あ、これ、やばい、テスト釣られねえな。やったわ。これあれだな。やりこもり、リガー、すけ、メガナイトコカツだ。メガナイトコカツ対決だな。なんか、バレバレだけど、俺は。そう。おめおそうですね、そうですね、そうですね。ってことは、まあ、プリンとかが結構生きると思うので、まあ、プリンできるだけ延命してあげたいですね。まあ、プリンに対して、まあ、なんか、ディガーとか出てくるっすからね。さあ、まあ、ここは、で、これを延命したいんですけど、まあ、できないですね。で、インドラで焦がされると。インドラで焦がされて、結構ピンチがね、ピンチが来るよっていう話ですよ。本当に、まあ、ウッドでピョン、ディガーザップとか来るんでね、一応警戒してね。いや、このプリンさたら下手、あー耐えるんですけどザップでいかれちゃうからな。あそうっすよね。でゴブリンバレルはまあギャング防衛とか基本的にしてくるかなと思います。スケバレもね、これどうだろうな。相手の攻めというか相手スプレーやっぱザップだけ、僕もウッドだけってなった時にプリンとかが絶対溜まるから、僕はね、そう、控えめ控えめでやるのがね、正解な気がするな。控えめゲーミングな気がする。あ、まあ、ディガーがあんのか。それちょっと話が違うっすね。お、でも、U の型だからか。あ、そう、U の型だから、ゴブリンギャングじゃないんだ。ってことは、バレルがちょっと通りやすいっすね。うんうんうん。いいね、いいね。で、ザップ使った、ザップ使ったらもうプリン最強なんでね。まあ、使わなくても最強なんですけど。で、これメガナイト、メガナイトちょっといじめる用の、いじめる用にちょっと置いてあげてね。さあ。で、ここでプリンを出してあげてね。で、攻めれそうなのはバレル。やばい。あ、待って。おい、バカバカ飛ぶんじゃねえや。飛ぶんじゃねえや。ちょっとメガナイトの受けがね、事故りまくってますが。まあ、これは無理して延命しなくてもいいんじゃないか。ウッドぐらいして延命してもよかった気もするが、さあ、ちょっと攻めるだけ、相手もなんか苦しそうなので、結構積極的にね、攻めてあげて。よいしょ。さあ、ウッド。いや、これもうマジ一生ゴブリンバレル飛ばすだけまであるな。いや、これ耐えたいですね。耐えたい。テスラ。メガナイト置いちゃって。まあ、インドで干されちゃうんですけど、あの子。まあまあまあ。相手のメガナイトやれれば、みたいな。でさ、ゴブリンバレル。で、プリンですね。いいね。で、あの、言うのが、あの言うのはちょっとやだな。いや、でも許容ですね。左サイド別にダメージ受けていいので。で、これも完全許容のスケバレ。から、これだけできついな。まあ、ザップ防衛かな。メガナイト回ってくんのかな。さあ、メガナイト回る。一発入る。だからこれもきついんじゃないか。で、メガナイトってね、言うのでね、一応完封する受け方があるんですよ。こんな感じで。成功したぜ、久しぶりに。久しぶりに成功した。さあ、バレル飛ばして、テスラ残ってる。ワンチャンザップでね、事故られるので、よいしょ。いや、一発入るね。一発入るよ。これ、スケバレ飛ばして、スケバレ熱いっすからね。テスラで守って、ディガーもね、スケで拾ってからの、さあ、ゴブリンバレルも飛ばしてあげて、オーケー、これは来たっすね。さあ、グッドゲームですね。いや、あの、メガナイト言うのでね、久々に受けれたんで、ちょっと嬉しかったっすね。感想が小学生かよ。はい、というわけで、今日はね、メガナイトバレバレコカツという、ちょっとね、レアなデッキを紹介したんですが、まあ、なんか相手が空デッキならメガナイトをね、出さずに、ずっとね、陸だけテスラとかプリンで回して、で、逆に相手が陸デッキでメガナイト刺されなら、メガナイト積極的にね、出してねっていう攻め方ができますし、まあ、バレルで攻める。メガナイトバレル、ユーノバレル、ハシマイプリン、スケバレバレル、スケバレユーノとか、メガナイトスケバレとか、まあ、いろんなね、攻め方ができますので、皆さんもちょっとね、相手に対してどんな攻め方がいいのか考えながら、ぜひこちら使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。